ご補充しますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、1キロ。はい、計算から3丁振ってくれ。大根おろしやとろろや玉ねぎ切ったり、温泉卵でしょ、タルタルソースとか、で、ポン返しも作らなきゃね、今日は。ポン返しは作ってから例えば2週間とか寝かさなきゃので、子供たちを見せてやってもらって、それ以外のこの下味を、5歳で子供を3人おって、で嫁さんに一生に1回でいいから男の子に生まれてきたから一生1回だけ勝負させてくれって言って2年間断れ続けたけど、なんとか口説いて、それから十何年やってようやくうどんで飯食えるようになったりとか。ということでもね、一応プロなんで。ほんまか。いろいろあるんですけど、これが鶏の天ぷら用です。でこれが鶏天天むす用です。でこれが親子丼とか鶏だしネギうどんとかやつですね。こうやって平べったく部分部分でちょっと、そう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 、切り方とか大きさとか、あと味付けを変えて、こういうところなんかも全然違う味付けするんですよ。
一緒にしな。はい。醤油なんか何の？高知から直接送ってもらってるんですよ。これじゃないと美味しくない。臭みが消えない。すいません。エビだ、これ山積みしていくわ。重たいよ。おろしとかんとね、生卵と温泉卵って間違うんですよ。見分けつけるように。そうそうそう、繊維が温泉卵。これ全部200円ってことか。全部なんで卵3本買ってもらって。
阪と四国で違うんです。全然違う。昼の忙しい時の前にさっき茹でて置いてあるからね。それをペットぬくめて出すだけやから。ただそれも昔の話で、今はもうレベルの高いとこ多いですよ。本当にだいぶ変わってきた。だから昔は安さが売りっていうとこあったけど、今はもうそんなんじゃなくて、ちょっとでもええもん出そうと、天ぷらも揚げたて、うどんも湯がきたて、締めたてにしてやってるとこが増えてきましたね。なんかどんどん飲食店が美味しくなってる。そう特にね、大阪はねもうひどいわ安ないとあかんし、ただ美味しいだけじゃもう絶対あかんからね。安くて美味しくて、しかも接客用なんだ。むちゃくちゃいいよ。はい、これ煮付け天わかめ。はい、これ鶏卵カレーうどん。いただきます。お肉にしても、それ昆布にしても、カツオにしても、海苔にしても、何にしても、こっちの方が安いからこれ使うわなって言うて、言うてしもたら、現場で働いてるスタッフが、誇りがなくなるんですよ。あ、安物に変えた。それじゃなくて、ここで実際にこの素材に触れて見てたら、店長をはじめスタッフみんなが、うちはええもん使ってる。これはほんまに美味しいから、ぜひ食べてくれっていう気持ちを持って、うどん作れるので。何にもできなかったですよね。一番いい感じで。もう何の早い。黄身入れたしまい。Thank you.
のを右に。完全に溶けないですよ。飽和状態になって、どんどんなって。さあ、醤油をちょっと入れて完全に混ぜる。はい、僕はもうあの裏方なんで現場で、ね、直接やるのはそんなもう1年何回かしかないけど、ここで真摯にこう仕込みをちゃんとしたいと言っていけばスタッフは、ね、仕事ができると思うんですよね。製麺ノート、ノートを取ってます。今日朝練ったやつを夕方にプレスして明日のうどんで一次熟成と二次熟成合わせて25時間以上。自分らで行って自分でやってありがたみとかもどんだけ社長もやってくれてどんだけ大変な思いしてやってるかとか、それをやっぱ直接お客さんにこう自分でやったやつとかを食べてもらって喜んでもらうって声聞けるっていうのが、一回こっちで溶かしてから。
まれるか。鶏卵カレーを作るにあたってね、誰が作っても卵閉じるのがうまいこと閉じるようにこうやって作るんですよ、僕は。ギュッとこうやってもこの穴からしか出へんから均等にしか出ない。ほんなら均等にこうできるっていうか、片口のやつやったら卵ドーン入れたらドサッと入るんですよ。ドサッと入ったらガッと固まったりとか、きれいに散らばってくれへんから。ありがとうございますっていう言葉をお客さんに背中に向けて言うんやけど、必ずお客さんの方向を向いてから言うてから2秒は絶対にそのまま待ちとして。醤油の鶏冷やき醤油です。よ、注文です。はい、レディース醤油。はい、二名様ね。いらっしゃいませ。すいません、後ろからトイレします。お願いします。はい、お願いします。カツカレー小盛り温玉トッピングレディース非常用のクラです。はよ、はい、こう、はい、カツカレー小盛りです。カレー入ってる。小盛り温玉。ありがとうございます。
ろ。ありがとうございます。ではレディース。せーの。マスターカレーの小盛りです。カレーのご利用になりますか。